ポー,ーポーランド広報文化センターポーランド広報文化センターポーランド広報文化センターは2011年11月17日に東京に開設されたポーランド共和国外務省が所管する政府機関日本におけるポーランドの国会明示の確立と認知度の向上をその使命としている2011年11月17日東アジアでは初めて 世界では22番目のポーランド広報文化センターとして東京に開設された。日本におけるポーランドの国会明示の確立と認知度の向上をその使命として日本のマスメディア、大学、学校、NGO、NPO 団体をはじめとする諸機関と連携、協力することにより、ポーランドの最新事情、文化、歴史などに関する正確な情報の提供及び、 普及活動を行っている。日本においては、特にポーランドのイメージが、文化の側面から強く形成されていることから、ポーランド広報文化センターは、ポーランド音楽、映画、演劇、文学、現代美術、ポスターその他の作品を紹介する企画の立案、開催、支援を活動の主軸に置いている。また、ポーランド語の普及や文学、歴史、音楽に関する資料の翻訳 出版事業の支援にも注力している。ミロスワフウチュコミロスワフブワシチャックマリアジュラフスカ。ありがとうございます。